A さんと通信が途切れましたので、少し一人で話をしていきたいなと思うんですけれども、でも、とりあえずはオーラの走りをですねお伝えしたいなと思います。ちょうど先行する車両がかなりゆっくりめのあのトラックで、あ、砂利積んでるのかなというところで少し加速をですね試そうかなと思うんですけれど、まあ、このぐらいの坂道だったらですね、まあ抵抗なくスイスイと登っていくわけですよ。はい、スーッとね、ちょっとコーナーリングの途中からですね外側の車線に今車線変更しましたけれど、そういうシーンでもこうなんかふらつくとか、あと外に持ってかれる感じとか、そういったものが全くありませんので、これはまあ四駆だからっていうなんかオーラらしいこの足回り感で走ってってるのかなっていう、その印象が強いですかね。ちょっとオーラの四駆である部分も少し体感を、しようかな。はい、ちょっと大きめの、はい、カーブをぐーっと回るシーンですけれど、はい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 、軽く今加速をしながらコーナリングをしてるんですが、もうステアリングの調整っていうのをほぼしてないんですよね。外側にまあ遠心力かかるシーンではあるんですけれども、それによってこう挙動が膨らむで、膨らむからもうちょっとこう強めに切るみたいな、そういうことをですね全くしていないです。はい、再度今度は左にですねまたカーブが入りますが、カーブに差し掛かってステアリングを切った時にクッと外の、外側の、タイヤにか、荷重かかるんですけれど、そこからですねでもこう膨らんでいくんじゃなくてしっかり前に進んでいく、このステアリングを切った方向に進んでいくっていうのが、はい、感じ取れますね。また大きな、先ほどよりちょっとタイトめのコーナーですけれども、狙った通りをしっかりトレースしながら走るって、なんかオンザレール感って言ったりするんですけど、レールに乗っているようなあの車の挙動ですね、こういったところがちゃんと感じられる車なんですよね。はい、こんなところで、まあ、もうしばらく峠道続くんですけれど、ノートに乗っている A さんいかがでしょうか。ノートの方は答えてくれたでしょうか。私の気持ちで通じたかな。 X で皆様からいただいた質問にお答えしていこうかと思います。自動車業界に入ったきっかけなんですけど、私福島日産に新卒で入ったわけではなく中途入社なんですけど、もともと違う業界で働いてはおりまして、車のデザインを見るのが好きっていう単純な理由なんですけど、まあ、その理由で入社をしました。で、元をたどればもしかしたらなんか小さい頃、子どもの頃にこう車のレースゲームを結構やってたので、もしかしたらそれが元になって今に至ってるのかなっていう感じはあります。で、あと学生時代について、私の学生時代は一応部活、入ってた部活を紹介すると、中学生は美術部に入ってて、で高校生の時は茶道部に入ってました。もともとイラスト描くのが好きだったので美術部に入ったのと、高校の時に入った茶道部は、高校の時って強制的に何かしら入らなきゃダメっていうルールがあったので、なんかその中で一番興味があった茶道部に入って、運動部に憧れはあったんですけど、なんか運動音痴なのであんまり向いてないなって思って運動部は辞めました。ああ、一回そうしましたら、ちょっと道の駅土湯でですね運転の交代をさせていただこうかなと思います。少しこう上りの、あの区間での、
フィーリングの違いみたいなところもですね、ノートとオーラそれぞれで、体感したいなと思いますので、まあ、実は A さんにはちょっと違うところで交代しようって言ってたんですけれど、思ったより早い段階で通信が途切れてしまったので、まあ、そこの再接続も兼ねて、行きたいなと思います。はい、ではこちらですね、道の駅土湯でちょっと運転を交代させていただきたいと思います。はい、では道の駅土湯に到着しました。まあ、先ほどからプラス10キロぐらいですね走りまして、走行距離が 20.2 キロ、平均燃費リッター 10.3 キロとなりました。 A さんの方はどうでしょうか。走行距離が福島市を出発して 20.7 キロで、平均燃費が 11.8 キロです。はい、ということでじゃあちょっと運転を交代いたします。はい、では運転を交代しました。 A さんとりあえずスタートしちゃっていいでしょうか。はい、お願いします。はい、ではこちら土湯峠ですね、引き続き登っていきたいなと思います。わー、オーラかっこいいな。カメラには映ってないんですけど、多分後ろから追いかけてくる赤黒ツートーンのオーラがかっこいい。存在感ありますね、新しいオーラ。 A さんから見てノートは後ろ姿はいかがですか。こうノート後ろのデザインは結構シンプルなので、はい、かっこいいですね。あ、いいですね。ちょっと後で前後交代もしながら走ろうかなと思うんですけれど、はい、引き続き今度は私がノート、 A さんがオーラで走っていきます。あー、であと車と関係ないんですけれど、運転交代するために今ちょっとだけ外に出ましたが、いや涼しい、めっちゃ涼しい。外気温度計今20度差してます。下界と比べてこんなに変わるんですね。まあ、あと山に向かっていくにつれてどんどん天気悪くなってきてるっていうのも一つあるんですけれど、天気いい方が撮影上はきっといいんですけれども、でも涼しいのは助かるなって思います。まあ、ここから雨降るかもしれないね。そうなってくるとちょっと大変だなって思いますけれど、はい、そして、まあ、乗り換えましたノートですけれど、先に A さんからオーラのファーストインプレッション聞こうかな。いかがですか。ノートも全然悪いとかではなかったんですけど、はい、なんかこうもっと軽やかな走りっていう感じがあります。はいはい、なるほど、そんな感じがします。通信状況がですね非常によろしくない。オーラの方が軽やかな走りだという話でよかったですか。あ、ノートも滑らかだったんですけど、はい、なんかオーラはさらにもっと滑らかな走りを見せてくれてるような気がします。気がします。なるほどなるほど、はい、おそらくですねそこの要因の一つとしてはオーラの方がシンプルにモーターのパワー強いんですよね。ノートと比べてよりパワフルなセッティングにされてまして、積んでるエンジンもモーターも一緒なんですけれど、調整でオーラの方が強くなってると。まあその分ちょっと燃費に影響してるというところはあるんですけれど、こう走り出しとかより軽く出てくれるというところあるかもしれませんね。で、私はノートに乗ってみてまず思うのが、久しぶりにノートとオーラ乗り比べするんですけれど、オーラと比べてあ、やっぱりノートってちょっとうるさいなって感じるかなって思ったんですけれど、案外そこの差がですね少ないな、ノートも静かだなって素直に思いますね。で、ノートとオーラのこの静粛性の違いを分けてる要因の一つとして、この、サイドウィンドガラスがあるんですけれど、運転席助手席の窓ガラスがオーラは合わせガラスの遮音になってるんですね。遮音ガラスになってる。で、一方でノートはまあ遮音ガラスにはなってないんですよ。なのでまあロードノイズとか、まあ自分が発するロードノイズとか、あとは特に隣をこうすれ違う車の音みたいなところが、まあノートの方がちょっと大きくなってしまうのかなっていうのはあるんですけれど、ただ今こうやって走っていて、まあ、決してこの路面自体も滑らかな路面走ってるわけじゃないんですけれど、それでもですね、いや全然問題ない。十分以上に静かに感じる。
まあ、時たまこう隣をすれ違う車の音を聞くと、あ、ちょっとやっぱり、オーライと比べたら入ってくる音の大きさっていうのは大きいかなとも思うんですけれど、いや、ノートって静かだな、やっぱり。はい。というところですね、かなり強く感じます。で、それプラス、やっぱり走り足、足回りのこう雰囲気というところでは、ノートの方が、やっぱりオーラと比べると柔らかく、感じます。これ常々お話しすることなんですけれど、結構これ、好みによって分かれるところで、どっちがいいという話じゃないんですよね。コンフォートよりの、こう、快適性の高い車を求めるんだったら、実はノートの方が、例えば今、こう、トンネルの中ですけれど、こう、ちょっとした継ぎ目とか段差あるんですよね。こういうところを越えた時に、ノートの方が優しく受け止めてくれる、乗ってる方に対してですね、ガコーンってならないっていう、そういう側面はあります。で、一方でオーラは、コーナリングの時とかにガシッと走ってくれる、そこの違いっていうのは、やっぱスポーティーな走りをしたいな、ちょっとスピードこう乗せて、カーブ曲がりたいなとか、そういったところの感覚を楽しみたい方にはオーラがいいんだろうなっていうところ、なのでノートの方がオーラの下のグレードだから、乗り心地的にも悪いんじゃないっていうと、決してそうじゃないんですよね。で、今もこう乗っていて、例えばちょっとしたコーナーですけれど、走っていて、そんな中で、なんか、こう、柔らかく、曲がってってくれる。決してふらついてるわけじゃないし、ロールを強く感じるとか、そんなことも全然なくて、ただ、上品に走っていくな、おしとやかに走っていくなっていう感覚強いのは、実はノートの方なんだぞっていうところですね。ぜひぜひ皆様に知っててもらいたいなと思います。はい。では、ここからですね、トンネル抜けまして、しばらく長い下りの区間になります。これ個人的な感想なんですけど、なんかノートに比べてオーラの方が乗り心地も、なんか結構スポーティーな感じがありますね。なんかやっぱり走ってる感じもノートよりオーラの方が走りが強い感じがします。私今そんなにアクセル踏み込んでないんですけど、結構スムーズに進んでくれてますね。走ってる感じもロードノイズが全くないっていうわけではないんですけど、静かに走ることができるので快適ですね。普段軽自動車に乗ってるので、走りの良さとかはすごくいいっていう実感があります。なので普段軽自動車に乗ってる方でも、車体の大きさも多分そんなに気にならないので、普通に運転できるかと私は思います。先ほどのまた続きで X からいただいた質問にお答えしていこうかと思います。私が YouTube に選ばれた理由なんですけど、もともと私動画に出る予定はなかったんですね。本当に撮影だけっていう予定だったんですけど、やっぱりこう M さん一人で動画に出続けるのもちょっと大変そうだなと思って、サポート的な感じで出てみようかなって思ったんですけど、結構がっつりもう出るようになってしまって、今車の性能とか車の勉強もしながら撮影をしているので、これから一人で車の説明ができるようになればいいなって思いながら今は頑張ってるところです。特に誰かから選ばれたっていうわけでもなく、なんかもう流れで私が YouTube に出る流れになってしまったっていうのが理由です。はい、では通信回復しました。再び A さんとツーリングというか、話しながら行こうかなと思うんですけど、ちなみに A さん、
あの、はい、オーラの走り足みたいな話一人でしてくれてました？一人でちょっと話してました。あ、よかったですよかったです。あの、じゃあ私もその辺はですね、はい、A さんが何を喋ってたかは完成版で、あの、見るんでそこ楽しみにしておきたいなと思いますけれどはい、あの、私が話が長いという話に A さん答えてくれてるのかどうかちょっと分かんないですけれど、やっぱりどうしてもこの土湯峠の区間ですね、通信状況が悪いですね。もう少しつながってるんじゃないかなって期待してたんですけど、難しそう。はいはい。で、独り言の話題ですね。まあ、基本的にはこの独り言のトークテーマ、A さんに主に喋ってもらいたいなって思って、いたんですけれど、まあ、私もなんか喋らせてもらいましょうか。何でしたっけ？学生時代の話。学生時代の話？私の学生時代。大学時代の話をすると、あの、飲み会に明け暮れてたみたいな話しか出てこないかもしれませんけれど、どうだろうな、なんかあるかな。あー、でも普段そういえばお酒の話なんて、あの、特に車のチャンネルなんでお酒の話もしないんですけれど、皆様お酒は飲まれるでしょうか。もちろんお酒を飲んだら車運転しては絶対にいけません。それ前提でですね、 お酒の話しますけど、皆様お酒お好きでしょうか。私は好きなんですけれど、あんまりお酒強くないんですよね。なので飲み会とか行くと、あの、たくさん量飲まないか、ついつい調子に乗って飲んでしまうとすぐ眠くなる方なんですけれど、お酒、まあ、何でも飲むんですけれど、あの、その中にもちょっと好みはありまして、私ちょっと強めのお酒が好きなんですよね。お酒弱いくせして、なのでよく調子に乗ってウイスキーとかを飲むわけなんですよ。まあ、調子に乗ってなのかカッコつけてなのか、あの、なんとも言えないところですけれど、カッコつけてウイスキー飲むんですよ。ただウイスキー、やっぱり、あの、ウイスキーを飲む人間ってお酒強いって思われがちで、あの、常々私は自分で、あの、そんなにお酒強い方じゃないよって公言をするんですけれど、なんだか皆さん私は酒が強いと勘違いをされるんですよね。なので、まあ、お酒好きなので嬉しいんですけど、よくプレゼントで、お酒をいただいたりとか、なんかお土産でお酒いただいたりとか、本当に嬉しいしありがたいし美味しくいただくんですけれど、あの、たまにですね、日本酒の大きい瓶とかいただくと美味しいうちに消費しきれないんですよね。そういう時の保管方法ってどうしたらいいんだろう。どうしても封開けてですね、減らしてしまうと、なんかお酒酸化してしまったりとか、日本酒酸化して味がちょっと変わったりしてしまうので、そことですね、なんか、うまい付き合い方、日本酒詳しい方ぜひ教えていただきたいなと思います。まあ、最近、あの、気づいたのが、日本酒確かに酸化して味の雰囲気変わっちゃうんですけれど、実はその中でもなんかこう、あ、酸化してしまったなっていう味のタイミングと、あれ、美味しくなったなっていうタイミングとですね、あるんですよね。こう、同じお酒なのにそこの変化がちょっと楽しめたりするっていう部分は、あるのかなって最近気づきました。A さんはどうだろう、お酒とか普段から、まあ、ちょこちょこ飲むような話を聞いたり、あと、あの、飲み会とかで見てると私よりは圧倒的にお酒強そうだなって思ってます。はい、なんて話しながらですね、下ってきてるんですけれど、で、この今日乗ってるオーラー、そしてノートもそうなんですけれど、 E ペダルが搭載されております。 E ペダルというのは日産の走行支援技術の一つで、アクセルペダル1本で加速はもちろん、離すことによって、緩めることによって減速操作、ブレーキングをできる。で、特にですね、今日みたいなこういう長い下り坂のシーンで、しっかり安全な速度を保ちながら、アクセルとブレーキの踏み替えを、あの、かなり少なくしてくれるという機能ですね。で、今も実は、走ってる中で土湯峠に入ってからですね、一回もあのアクセルとブレーキの踏み替えしてないんですよね。で、ただし E ペダル、あの、完全停車をするときはブレーキペダルを踏んでくださいねというものになるので、まあ、信号待ちとか、あの、一旦駐車するときとか、そういうときには必ず、まあ、ブレーキは踏むんですけれど、それ以外の踏み替えがない。で、今も
ちょっと急めの下り坂かなっていうところなんですけれど、アクセルを緩めるだけでしっかり、速度を保つことができています。でただしなんですが、今実はエンジン回ってるんですね。でエネルギーモニターの方に、画面変えてみたんですけど、ちょっとカメラで映んないかな、あのバッテリーが満充電になってるんですね。このE パワーの車っていうのは、貯めた発電した電気を一旦バッテリーに貯めて、そこからモーターに流すというあの動きになります。でもう一つ、エンジンでの発電だけではなくって、減速時に回生ブレーキというもので、要は発電をしながらモーターの抵抗を使って、減速をしていくということをするんですよ。なのでこういう長い下り坂で特に E ペダルを使って減速をしながら走るとか、そういうシーンでは、発電量っていうのが増えていくんですよね。で一気に発電をして、でピュアな電気自動車と比べて大きいバッテリー積んでるわけじゃありませんので、こういう長い下り坂が続くと搭載されたリチウムイオンバッテリー満充電になるんですよ。満充電になって、でも E ペダルを使って回生ブレーキで発電をする、この発電された電力をどこかに逃がさなきゃいけないということで、せっかく発電したんですけれども、今度は電気を使ってエンジンを回して強制的に放電をするということをするんです。それがモータリングというもので、あのエンジンの存在感すごく少ない車です。なんですけれども、長い下り坂一定以上走るとエンジンが回って、あのエンジンが回ってる音が聞こえる、でプラスそのモータリング中っていうのはどうしても放電とあの発電って釣り合わなくって、坂道によっては発電量の方が増えていくので、減速力っていうのが少し落ちてしまう、 E ペダルによる減速力が落ちてしまうというシーンがあります。なので、まあ、これどんなシーンでもそうなんですけれど、走りの状況、周りの環境に応じて、E ペダルで走っていても必要に応じてブレーキを踏んでくださいねっていうふうにはなるんです。でただ今の下り坂、今ぐらいの下り坂だったらモータリングは発生したし、減速力も確かに弱まってはいたんですけれど、わざわざブレーキペダルに足を踏み替えるほどの、感じにはならない、ずっとアクセルペダルだけで安全に下り切ることができております、なんて話しながらもう平坦な道に入ってきちゃいました。もうですね、猪苗代町に入ってくるのかな、だんだん。で運転また、交代をしますが、どこでしよっかな、あの道の駅猪苗代で交代するのも一つなんですけれど、ちょっと A さんと相談をまたしてみたいなと思います。